セイバーよ、猛襲に落ち地に這ってなお、そんな愚んなものに執着する理由がどこにある。ギノ、犯罪者の心理を理解しようとするな。飲み込まれるぞ。別の方法で奴の尻尾をつかめるかもしれない。まだ一つ気になる件がある。だからって呪骸扱いされてきれんなよ。俺と一緒は嫌か。傷ついちゃうぞ。傷ついちゃおうかな。鬼を連れたバカ隊員ってのはそいつかい。親方様におかれましてもご双剣で何よりです。発売は今から30年以上前。当時は値段高すぎてパソコンなんて誰も買えない時代。お前、俺が知らねえと思ってるかもしんねえけど、いや、お前も知らないかもしんねえけど。わかった。じゃあお言葉に甘えて寝かせてもらおうかな。これにドラムとベースのリズム隊が加わればもっとすげえんだぜ。だが千鳥、不審物の最も適切な処理方法は会長閣下、自分が。いかにも俺は相良宗介だ。天竜人はこの世界を創造した神。ここにいるのはいわば下界の王たち。神が欲するものは全て差し出すのは必然。しか薬による特異体質とかじゃ説明がつかねえだろう。お前らここから先には進めねえ。なぜならここは難波刑務所。なや、今日は夫婦喧嘩はなしかい。なや、綾波か。信じやったらここにはおらんで。くそ、倍で返してやら。ち、上等だ。辰巳幹事なめんなこら。覚悟はいいな。